ですね、ちよちゃん、最近お部屋の模様替えにハマっているっていうのを聞いたので、何ヶ月か前なんですけど、なのでお部屋をもっと可愛くできるようなそんな小物をプレゼントしたいです。中学校を卒業してからすぐ韓国の方に来たんですけど、その時に中学校でずっと仲良かった友達が韓国に行くってことを知って、今まで一緒に撮った写真とかをアルバムにしてくれたんですよ。でそれがすごい今でもめっちゃ宝物です。最初それをもらって韓国行って練習生しながらしんどい時とかそれ見ながらよく泣いてました。日本の友達が日本に全然行けてないからお菓子を送ってくれたんですけど、それがすごく美味しかったです。今回は日本限定ということで、日本の皆さんにライブでお会いできないので、それをオンラインを通して通じて皆さんにステージをお見せしようという感じになっております。たくさんのステージとかまた準備していくので、皆さんぜひ楽しく見ていただけたらなと思います。